こんばんは、天野さん。メッセージありがとうございます。今回発達障害で来たんですね。いきなり、これは何でしょうね。ゆとりライフというね、まあタイトルなんで、発達障害がどういうふうに関わるのかっていうことですけども、まあ今回ね、新しい切り口を提案してくれたということですよね。で、タイトルとかサムネイルがフックにかかってるかどうかってことなんですけども、かからないでもないんですよ。今、天野さんがこのゆとりライフさんのタイトルとかね、サムネイルっていうのはロングテールって言って、長い時間をかけて少しずつ見られる形にはなってます。それは発達障害という言葉がこれからもずっと使われるからなんですね。ただこれだと一気に再生数を増やしたりとか、一気にファンを作ったりっていう風な、いわゆるフックにはならないんですよ。どういうことかというと、そのロングテールにはなるんだけども、フックといって多くの方をガサッと捕まえることにはなりません。じゃあどういう風にすればいいのかっていうと、例えばね、発達障害治らないとかね、発達障害原因は父親にあったとかね、仏教の結論発達障害とは、もしくはキリストの言葉とかね、聖書に見る発達障害の結論とか、こういうふうにしていくとか、1億人全員が発達できない民族になるとかね、こんな感じで何とかね、どういうことだっていうふうに感情を動かせないと、タイトルでもサムネイルでもちょっとないんですよね。もうこの心を掴んでえぐっていってですね、でもうとにかくクリックさせる、なんだこりゃっていうふうに思わせるんですよ。それでそこに矛盾がないように解説も組み立てて起承転結していくってことですよね。例えば発達障害の原因は父親にあったってタイトルする場合なんですけども、まあ天野さんが言われた通り、お母さんと発達障害のお子さんが出てきたけども、あれ、父親が出てきてないじゃないかってところに対して、もしかして原因は父親にあったんでしょうかというふうに私は捉えてしまいましたっていうオチにすると、原因は父親にあったっていうタイトル、過激なタイトルと整合性が取れていくってことなんですよね。まあそういうふうにしていくとかね、あと1億人全員が発達障害に向かうっていうやつはどういうことかっていうと、発達障害と認定される人の数はどんどんね、増えてるわけなんですよ。ちょっと減ってはいないんですよね。で、もっと前は発達障害っていう概念がなかったわけですよ。だから一方的に、増えてはいくんですけども、じゃあこのままいったら1億人全員がそうなるんじゃないかなっていうことを推論づけて話すのと同時に、果たして私たちは発達してるんでしょうか、頭脳の発達、資産の発達、人間関係の発達、できているんですか？このままだったら1億人全員が何の発展も発達も成長もないまま終わっていくんじゃないかなっていうふうなね、こんな最後に暗示を残していくっていう手もあるんですよね。まあそんな感じでね、動画を考えていく、フックたるタイトルを考えていく、サムネイルを作っていくっていうふうにしてはいかがでしょうか。そしてサムネイルなんですけども、どちらかというとね、ほのぼのとした家庭とかね、親子関係を想起させるタイトルとか、サムネイルっていうのはあんまりクリックされないんですよ、実は。どちらかというと、破滅に向かう、かわいそう、悲惨な方が、ね、悲しいかな、これクリックされるんですよね。もちろん、そういうもので私はクリックさせましょうっていうつもりはありません。その世の中の方がおかしいと思うんですよ。悲惨なものの方がクリックさせるような世の中がおかしいと思うんですよ。ただ戦略的にファンを増やしていきたいとか、YouTube を収入にしたいっていうんだったら、サムネイルはどちらかというと、かわいそうなものとかね、むごいものとか、ひどいものとか、不幸なものにした方が、人の感情っていうのは動いてクリックさせる。そういうふうな効果があるんですよね、寂しいことに。私はどっちかというと、綺麗事でクリックしてもらいたいんで、いろんなポジティブなものとかね、教訓とかね、厳しく叱るものとかっていうふうにしてますけどね。では、以上でございます。やれやれだぜ。